陰謀論にはまる人、また X などで主張している人がどのように思考しているのか考察が期待です。割と陰謀論にはまる人って同じような思考パターンになっていて、コロナの時にワクチンが体に悪いって言ってた人と、ロシア、ウクライナでロシアを支持している人と、トランプ大統領を支持していて、なんかアメリカが不正選挙があったって言ってる、この3つを主張している陰謀論信者多いんですよ。要は各々別の事象で、別にコロナのワクチンの話とか、ロシアとウクライナの戦争の話とか、そのトランプ大統領とバイデン大統領の選挙の話って全く関係ない事象なんですけど、でもそれがその正しい一般的な方の正解ではなくて、そうじゃない方を選ぶっていうところで、割となんか共通化してるんですよね。で、まあ、その結局その本当に頭が良くて、それなりに情報が分析できる人であれば、一つ一つの解析ができるんですけど、なんとなくこういう風に言ってるからとか、この人が言ってるからとかで物事を決めちゃうタイプの人だと、マスメディアとか政府が言ってるから信じない。で、マスメディアとか政府ではなくて、ネット上で調べられる怪しげな人が言ってるのは正しい、でこの人が言ってるから正しいっていう形で、その物事をその知識とか、要はその科学的な知識だったりとか、そのなんか数式だったりとか、統計の結果とかではなく、誰が言ってるからとか、どこが流してるかっていうので、割と信じる信じないを決めたりするんですよね。なので、そういう人ほど陰謀論にはまりやすいんじゃないかなと思いますけども。